シュトラウス上級大将、アドルフ・シュトラウスは、ドイツの軍人。最終階級は、ドイツ国防軍上級大将。ザクセン王国のシュメル向けに生まれる。1898年3月に入営し、士官候補生として、第2子も、エルザス第137不評連隊に配属される。第162不評連隊当時の1901年10月に、少尉に任官。 1910年6月に中尉に昇進し、ベルリンの陸軍大学に学び、参謀将校としての教育を受ける。第一次世界大戦勃発後の1914年10月に大尉に昇進。終戦まで第99不評連隊で大隊長を務める。この大戦で鉄十字章、ホーエ円ツオレルンペ勲章を受章。戦後バイマル共和国軍に採用され、 1924年1月に、少佐に昇進し、ドレスデン不評学校の教官となる。1929年5月、中佐に昇進し、第6不評連隊参謀となる。1932年10月、大佐に昇進し、第4不評連隊長に任命される。1934年9月、ベルリンの国防省に転属となり、不評総監に就任。 12月に少々に昇進。新設の第22不評師団司令官に補えされる。1937年4月に中将に昇進し、翌年10月に第2軍団及び第2軍艦区司令官に就任。1939年9月、第2次世界大戦冒頭のポーランド侵攻に、同軍団を率いて、従軍、騎士鉄十字章を受章。同軍団は10月に、 西部戦線に同し、シュトラウスは1940年5月に、第9軍司令官に任命された。同軍を率いて、バルバロッサ作戦に従軍、中央軍集団に属した。1943年1月、健康上の理由により軍司令官を辞した。回復後相当予備となり、1944年秋に、東部要塞地区司令官に任命された。戦後イギリス軍の捕虜となり、 1949年5月に釈放された、リューベックで死去した、ありがとうございます。